はい。それでは、ドラムの黒田です。今回は、ボーカルの門馬さんに来ていただきました。門馬るいさんです。こんにちは。よろしくお願いします。カナダでトランジット、ニューヨークに行く予定で、カナダで一回トランジットがあって、で、そこで、その、なんていうのかな、バゲッジが、こう、鍵が閉まってるって言われたんだけど、ただただ、立て付けが悪くて開かないだけだったんだね。で、はい、で、それを知ってたから、行って、パッてこうやって、ここがちょっと押さえたら開くからって言って言ったら、OK が出て。で、俺もアホだから、そのままカバンの中にブラシを入れてて。で、こう、ブラシが要は金属反応をやって、はい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 。で、これはなんだって、要はいわゆるその画面を見て言われて、で、そこにカバンがあったから、あ、これはねって言った瞬間に、もうそれ、911の直後だから、もう、バーンって壁に押し付けられて、ここで銃口がカチャッカチャッカチャッってなって。本当そう。そうだよね。だって、ここにもし銃が張ったら、大変なことになるわけだから。まあ、確かに。うん。だから、そんな文化、日本には、だから銃なんか持ってるって文化ないから、向こうは持ってる人いるから、うん、から絶対それやっちゃっていけないのに、やって、うん、ステーバック、ステーバックって言われて、こうやってカチャッカチャッとか引き金を、こめかみで引かれた人生はなかなかないよね。なかなかないですね。刺激的ですね。まあ、よかったけどね。わ、めっちゃ楽しかったって言っちゃったけど、終わって。何事もなくて。ごめんねって言ったけど、I enjoyed it とか言っちゃって。楽しかったとか。超、一生の会話ネタになる。思い出ですね。まあまあ、いろいろありますが。まあ、今回はですね、セッション参加の心構えって、まあ、門馬さん結構セッション行くとか言ってたけど。うん、そうですね。最近は、まあ、この状況もありますし、で、やっぱ20代の時とかよく行ってました。うん。うん、ジャズ始めた頃とか、うんうん、上京してすぐぐらいの時とかはよく行ってました、ね。うん。そういう時ってもうないね。もう自分で曲をこう、これ歌おうと思って譜面持っていく感じ？そうですね、うん。ジャズやりたての頃は、ジャズのスタンダードじゃなくて、ボサノバ3曲だけ用意してたんですよ。ああ、なるほど、なるほど。でもそれしかないんですけど、うん、とにかく仲良くなろうとか、うん、自分を知ってもらおうっていうのだけで、うん、3曲だけ歌えてもどうしようもないんですけど。いやいや、でも度胸もあって、うん、全然いいんじゃないですか、それは全然。結託そうな譜面で行きましたね。で、ちょっとずつこうレパートリー増やして、ねうん、自分で譜面書いて持ってきましたね。うん、もう今ね、レパート、この間だってマルセロとやった時に、アンコールの時いきなりマルセロがオール、ノーモアブルースやり始めて、何人もなしで歌ってたもんね、ちゃんと。何人もなしでやりました。あんな普通ボサノバのこと知らないと全然できんよね、ノーモアブルースとか。まあ歌う。歌詞も微妙でしたね。ちょっとごまかしましたけど。いや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 。まあ、そんなあんな振りでようやるわと思って。しかもね、イントロもなんかふんわりで、みんなよくね、あれ。まあまあまあ。そうだなって思いました。まあ楽器の人はなんとか空気の流れでなんとかなるけど、歌は歌詞ないと真っ白だよね、本当に。真っ白になりますね。ねえ、うん。けど、まあセッションでも、なんかもういろんなことが起こったので、うん、毎回。でも、そこでいっぱい失敗して、なんかいろいろ経験してっていうので、うん、あんまり何が起こっても今なんとも思わないかもしれないです。うん、でもこう、若くてさ、ちょっとこう意地悪してくる人がいるわけじゃん、うん、そういうのはどういうふうにかわしてたの？ですね。やっぱムカつくなーって思う時とかもありましたけど、でも、その辺性格なのか、割とスルーできた方だったかもしれないです。でも、やっぱ悔しい思いもたくさんしたりしましたしね。まあ、結構そういうものなのかなって思ってました。まあ、スルーするのは大事だよね、なんかもう。そうですね。鈍感力はある程度必要だと思います。なんかもう超ヤンキーだったからさ、髪の毛ロン毛でさ、金髪だしさ。うるせえじじいって何回言ったことあるか。知るかとか言う。私もね、金髪でしたからね。あ金髪ドレッドの時期とかはありました。まあ、ドレッド、似合いそうだね。俺、金髪ロン毛だからね。これぐらいあったね、髪の毛。今度写真見せてください。どっかにあるんだよ、そういえば。この間プリクラとか出てきて。もう。いや、懐かしい、ね。こんな髪の毛で、プリクラで撮ってんの。なんか。よう、こんな時期あったな、とか。あ、でも本当に、でもまあ、
あんま気にしないことだよね、結局。そうですね。あとは、いいアドバイスくれる方も実際本当にいらっしゃるので、うん、それはそれで、ね、なんかね、そうじゃない、なんか、あれって思うこととかは、うん、こう、うまく、スルーというか、うん、うん、なんかそういうのも大事なのかなと思います。録音しといて、まあね、こう、やっぱりその後で聞き直して、本当にその言われた通りだったら直しやすいし、そう今思わなかったら実際それが真実であったとしても、今は封印しちゃっていいかなって俺いつも思う、ね。そうですね、うん。客観的に録音するって結構大事で、うん、自分の声って iPhone なんだったかなっていうのをなるぐらいみんな聞かなかったりとかするので、うんうんそうねうん、客観的にこのボーカルさんを聞くっていうのでやってみると、うん、歌ってるの自分だし、あ、こういう風に、自分はこんな風に歌ってたけど、うん、あ、実際外にはこんな風に聞こえてるんだ、みたいな気づきとかがあると、うん、なんかいろんな、その、あの、溝みたいなのを埋められるとは思いますね。そうね。やっぱりそういうところが一番すごい大事かなと。うん、あの、みんな言う、ね。トライアンドエラーをいっぱいするっていう。うん、結局その、なんか恥ずかしいから聞かないってみんなっちゃう。そうするともう直しようがないもんね。だからそうですね。客観的に、いやもう自分なんかでも今でも演奏したら、あ、ここがダメだとか思うけど、あの、昔なんかもどちらかってどっから直していいかわかんないけど、でも、一個でもそっから直ったらプラスだもんね。だから、その、そうですね、直ってないとこ聞かないと直しようがないし、直しようがない、やっぱり自分で聞くっていうのが やっぱり大事かなと、うん。うちなんかもう大学なんかと毎回録音して聞きながら、ストップして、こうした方が良かったんじゃないとか言ってやるんだけど、うん、そうすると、聞かせてるのは、いろいろ言わなくても、自動的に自分の演奏にこう気づきがあって、うん、何回かやっていくとちゃんと上手くなっていくから、うんうん、そこはすごい大事かなと。一日寝かせて聞くとまた違うんですよね、そして、うん。そう、なんかアドレナリンが出た状態と落ち着いた状態で聞くと、また聞こえ方が違って結構面白かったりとか、うん。それはあるか。確かに寝かせるのは。あとなんか言われたことの、まあ、全部聞かなくても言われたところでチェックするために一応撮っとくみたいな。そうですね。うん。いつも撮ってたね。俺は今でもそうだけど、うん、いつも、もう今なんかいいのがあったら YouTube 使おうみたいな下心があるから。もうとにかくライブ行くととりあえず撮っとくみたいな。で、うん、あれなんか良かったっぽいなと思って聞き直したら、あ、全然くしゃくしゃだったりとかして、そういう時は勝手に、勝手に YouTube 上げないくせに、他の人がくしゃくしゃでも自分が良ければ上げたりとかしてみたい。まあ、ぐちゃぐちゃはないけどね、みんなプロだから。でもそういうのって楽しい。なんかこうトラブルがあっても俺は、ね、自分で失敗してたら、俺心の声かけて書いてるから。上に、そうですよね。ごめん、間違えたとか書いとけば、なんかいいのかなと思って。だって演奏中って、これはこの間ベースのこと話してたんだけど、その別のベースの人とね、大阪のベースの人と話したんだけど、多分俺たちってミストーン全くなくやろうと思ったらできるけど、うん、ジャズでそれやっちゃうとつまんないよねみたいな。そうですね、うん、何かこうアイデアがあったら間違えてもいいから、そのみんなの胸借りてバンって飛び込んでみて、うん、っていうのをやらないといけないから、それやってたらフォームもどこやってんだっけってなるしみたいな。そこをやっぱりその変に守りすぎないところが、でも、まあぐちゃぐちゃになりすぎるとダメだけど、うんうんうん、そこら辺はやっぱりこう、なんていうかな、これやってみようか、あれやってみようかっていうのは、トライはすごい大事だもんね。そうですね。それがうまくはまらなかったっていうのは、なんか、芸術としては一つありかなとは思うしね、うんうん。で、ボーカルさんはまたね、そのフロントで歌手もあるし、うん、で、なんかやっぱちょっとこう、楽器の方と少し違う役割をすることもたくさんあると思うんですけど、でも、じゃあ、その楽器の人たちが今一体何が起こってるのかっていうのを、一緒にその空間の中に歌ってなくてもいるっていうのはすごく大事かなと。そうね。なんか呼ばれるまでじっとしてるとかじゃなくてね、やっぱりその時間を楽しんでるのがいいよね、やっぱり。そう、歌詞を歌い終わって、じゃあソロに回りますか、その時は休憩じゃなくて、うん、そう、自分がその歌った後、土台を作って、はい、パスしましたっていうので、みんなそれを受け取ってソロしてくれるので、うんうん、じゃあそこで、じゃあどんだけいい感じでこの土台作ろうかなとか、うん、なんかそういう楽しみとか、うん、まあ、イニシアチブ、こう、電池部で撮れたりとかってできるようになると、うん、なんかもともと楽しくなるかなと思いますね。うん、
楽しみ方はいろいろあるよね。なので、うん、まあそのまま話の内容だけど、ジャズの上達のポイントで、ジャズを始めたばかりの自分に今自分が言ってあげたいこと。はい。うん、そうですね。とにかく、初心忘れるべからず、かな、うん、なんかまあ、うん、うん。で、あとはとにかく、ずーっとちゃんとやってれば、必ず聞いてくれてる人はいるので、うん。うん、一郎さんじゃないですけど、うん。もうとにかく地味な練習をずーっとしっかりやれるっていうのが、うん。うん、最終的には強みになってると思います。ね、うん。もう地味な練習好きなんだよね、ずっと。なんか、淡々とやるの好き。淡々と単純作業というか、うん、でそれに新しい何かアイディアがあったら、うん、間違えてでもいいから、とにかく試してみる、人前で。うんうんうん、で、まあダメならダメで別に、ね、また次のこと考えればいいので、うん、うん、すると見えてくるものとか、きっとあると思うし。もうね、みんなだからその、間違えたことに対して異常にみんなこう、なんていうの、嫌悪感を、私間違えちゃってとか言うけど、うんうん、いつも俺、心の、言わないけど、ここなんか、いや、そんな、あなたのことみんな見てないから、みたいな。みんな俺のこと見てるから、とか思ったりとか、俺のワードだったりとかすると、いや、すごい、あそこ間違えちゃって、とか、大丈夫、見てないよ、みんな、みたいな。そんなあんた見られてないよ、みたいな、言いたい時が。ぐさーってさ、今。いやいやいや。いやいや、まあそれは向こうからすれば同じで、その、あんたが思ってるほどあんた見られてないみたいなのはあるんだけど、その、そんな演奏で音ピッチ外したとかほとんどわかんないからさ、この間、僕らのビジネスね、うち、まあ会社やってるからさ、こう社長さんとのご飯会があって、そしたらそのお店で CD が2枚同時にかかってたんですよ。で気持ち悪いと思って、なんか、その有線と CD を、CD をかけた時に有線が勝手に誰かつけちゃって、で、似た曲なんだけど、まあ、要は音ぶつかって気持ち悪いから、うん、で、すいません、ちょっとそれ、どっちか切ってもらえませんかって言ったら、その、社長さんの中で、そんなの聞き分けれるんですかって言って、いや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 、みたいな。だけど、一般の人ってそれぐらいなんだよ。2曲同時にかかってたって気づかないぐらいだから、うん、そんなちょっと音外したとか歌詞間違えたとか聞いてないから、みたいな。英語なんかみんなわかんないし、みたいな。そこは、なんかまあ、うん、なんかこう、その、雑にやる必要はない、雑にやれって言ってるわけじゃないんだけど、うん、うん、その、一生懸命やって間違えたことは、多分、仕方がないことなので、うん、一生懸命やらなかったらダメだと思うけどね、なんかこう、ちゃんと準備して、うん、そこで思い切って、その、思いついたことを、頭に鳴った音をやろうと思ってうまくできないとか、ハマらなかったっていうのは、プラスだし、それは、いい方向に働くのに、なんかその、そこに偉いこうこだわって、あとぐちゃぐちゃになっちゃう人いるから。うん、そうですね、うん。うん。後半が良ければ何でもいいからね。最後のジャーンがかっこよかったら、そう。そう、多少何でも何とでもなるって感じ。うん。あとはもう楽しむこと、失敗することも含めて、楽しいって思う状態を作っとくことが上達のポイントかなって思いますね。うん、 ね、うん、それ確かに。理由は何でもいいと思うんですよね。うん、うん、まあ練習はちゃんとストイックにやらなきゃいけなくて雑にやっちゃダメなんだけど、うんうん、本番の時っていうのは一番その自分のつけてきた実力でどう楽しみきるかみたいなところがあるから、うんうん、セッションなんかはだってまあナルセとかも言ってたけどセッションは事故るために行くみたいな。そう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 、うん、一番事故していい場所ですよね。そう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 、うん、うん、そこでいろいろ試して実験して、うん、で例えば本番の時とかに、うん、うん、なんだもうちゃんとしたものを出せれば OK だから、うんうん、そうね、うん、そうそう、全然誰も恥ずかしいって思う必要はないって私も思います、ね、すごいそこに対して異常に怖がる人がいるんだけどなんかまあ、うん、そのね、まあ、いろんなこと言う人いると思うけど、そんな多少スルーしつつ、うん。スルーで全然大丈夫。スルーでね。うん。死なないからさ、音楽で。そうそうそう。そう。半音でぶつかったって全然死なないから、むしろ。みたいな。そう。大丈夫。お医者さんとかだったらこんなわけにはいかないけどさ、みたいな。うん、本番の時にちょっとこう、
違ったことやっちゃうかなって、いや、それ困るんだけど、俺らはもうそういう音楽をやってるわけだから、セッションなんかはその、なんていうの、自由にできて、お客さんもちょっといて、緊張感もあった上で、なんか、まあ間違えてもまあ自分の立場上ね、自分のコンサートがわけじゃないから、なんかそこら辺で一回冒険したりとかするぐらいの気持ちでやればいいと思うね。うん、実験室だと思えばいいと思います。うんね、まず3曲持っていけばいいな、じゃあ、ももさんから言わせる。そうですね、3曲あると、うん。そうそう。まあ2曲でもね、いいと思うんですけど。2曲でもいい。なんか、こうテイストの違うものを、それぞれこう一個ずつ持っていくと、うんいろんなところで使えます。そうだね。3曲ぐらい歌うと疲れちゃうし。そうだね。そうね。もうあとみんな歌ってちょうだいみたいな感じ。そうそうそう、うん。いいかなと思います。はい。はい。ありがとうございました。というわけでですね、今回は、まあ、お盆の間に僕がこのみんなって聞いたことをまとめたやつを動画で出すっていうか、その時に、まあ、みんな、それぞれの楽器が皆さんこう、セッションのまあ、セッションで今行きたいけどとか行ってるけどなんか伸び悩んでるとかっていう人のための動画なんで、うん。なんか、ルイさんも何かを、なんだっけ、なんか作って歌を歌くなるポイントの動画を。はい。はい。歌が上手くなるための3つのポイントっていう、まあ、すごく、簡単なこと、うんうん、まあちょっとなんか心構えとか、うんうん、そういうものではあるんですけど、うん、それをちょっと用意しようかなと思います。ありがとうございます。はい。そちらの方も、なんか動画見てもらったところで、こう、申請してもらうと、もらえる形にしようかなと思っておりますので、ぜひ、こう、この期間に、メルマガの登録をしていただけると、メルマガの人限定の配信になりますので、よろしくお願いします。では今日はどうも一日ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなという方は、ぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないように、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。